カナ304戦団は太平洋戦争末期の1945年3月に鹿児島港から那覇港へ陸軍部隊輸送のため出港した日本の護送戦団である。アメリカ海軍潜水艦及び沖縄戦の準備に訪れたアメリカ海軍機動部隊の攻撃を受け海上丸など輸送船4隻と護衛艦艇5隻が全滅した。なお、同盟戦団が存在する。 可能性があるが、ここでは1945年3月13日執行の戦乱について述べる。1945年1月にルソン島の戦い、2月にイオウ島の戦いが始まり、沖縄など南西諸島にもアメリカ軍の上陸が近づいた。日本軍は沖縄を防衛する第32軍を少しでも増強すべく最後の努力を試み、 第4海上護衛隊による護衛の下で日本本土から輸送船団を次々と送り出した。アメリカ軍は南西諸島周辺に潜水艦を配置するとともにマリアナ諸島からも PB4Y-1 に紹介爆撃機を飛ばしてこれらの日本艦船を狙いかなりの損害を与えていた。3月1日には高速空母機動部隊である。 第58任務部隊も沖縄を激しく空襲し、型604戦団を壊滅させるなど、日本側に大損害を与えた。3月1日の空襲を受けていよいよ沖縄上陸が差し迫ったと判断した日本軍は、3月13日以降に南西諸島への緊急輸送を実施することにした。金304戦団もその一環で編成された、鹿児島発。 那覇行きの護送船団である。加入輸送船はもともと沖縄定期航路に就航していた下客船海上丸を含む4隻で海上輸送第15大主力を分譲させて輸送するのが任務だった。海上丸には軍関係者以外の一般1客7 3人も乗っている。護衛は3月1日の空襲で損傷した艦艇を急速修理して揃えたもので、 第4海上護衛隊指揮下の水雷艇とも、鶴、第68号解剖艦と特設総海艇3隻の陣容だった。一方、アメリカ軍は4月1日の沖縄本島上陸を予定し、事前攻撃を着々と進めていた。3月4日以降に順次うるしい干渉へ帰島していた第58任務部隊は、 日本軍の反撃能力を削ぐため西日本一帯の日本側艦船及び航空機を目標とした空襲を行うことになり、14日の出撃に向けて補給と整備、乗員の休養をしていた。11日に日本の第762海軍航空隊が第2次探索船で特別攻撃隊による長距離攻撃を試みたが、空母一隻を損傷させるにとどまった。 3月13日に、鹿児島湾で編成を整えた金304船団は、午後10時に出港した。情勢が極度に不良と判断したため、甘見大島、小アで一時待機したが、16日午後10時に、前進を再開した。しかし、18日昼に、伊予鳥島南西 55km 付近で、敵機一気に発見された。警戒を強化してなおも前進していたところ、 同日午後5時頃に貨物船第3畜島ルが来撃された。左限中央に光なりした第3畜島ルは船体が切断されて急速に沈没した。これはアメリカの潜水艦トリガーの来撃でアメリカ側、記録によると沈没地点は北緯28度05分統計126度44分、北緯28.083度統計126.733度、 28.08326.733である。第3畜締丸撃沈と同じ3月18日、アメリカ第58任務部隊は、九州や瀬戸内海の日本軍拠点に対する空襲を開始していた。日本側はこれ以上の航行継続は危険と判断し、金三304戦団の司令塔首相さん白地への退票決心。戦団は三月二十日午後一時に、 匠さんへ到着した。沖縄付近で作戦行動中のアメリカ空母ホーネット。3月18日から21日にかけ、日本の基地航空部隊と第58任務部隊の間で九州沖航空戦が展開された。日本側はこの戦闘によりアメリカ空母5隻などを撃沈したと課題に戦火判定した。22日には戦闘がやみ、 日本側は第58任務部隊が再編のため、うるしい干渉へ撤退中と誤認した。戦況が好転したとの判断に基づき、かな304戦団は3月22日午後5時に首相山白地から那覇へ向けて再出航した。ところが実際には第58任務部隊は日本近海に留まっており、23日に南西諸島に対する空襲を開始した。 那覇へ向かっていたカナ101船団などの日本艦船に被害が続出した。情勢が再び悪化したのを受け、カナ304船団は進路を北20度方向へ変えて退避に移った。3月24日午前8時30分、退避中のカナ304船団は、アメリカ陸軍航空軍の B-24 爆撃機、または海軍型の PB-4Y 紹海爆撃機により、 発見された。2機の B-24 の爆撃で、特設総海定石丸が午前11時45分に、都から列島沖北緯29度12分統計125度13分、北緯29.200度統計125.217度、29.200125.217で、沈没、貨物戦争側丸も資金弾で機関が故障して、 航行不能に陥った。さらに、第58任務部隊の第1軍である、第58.1任務軍に属する、正規空母ベニントン、ホーネットと、軽空母、ベローウッド、サンジャシンとの搭載機が、波状攻撃を加えた。午後3時50分頃の、約40機による空襲で、小川マ丸がとどめを刺され、北緯29度13分、統計124度47分。 北緯29.217度統計124.783度、29.217、十2 4 7 8 3付近で沈没。午後5時頃には、約120機が戦団を攻撃する状態となり、午後5時20分頃に、海上丸が沈没、甲州丸や、その他護衛艦,艦艇も、アメリカ側記録北緯29度13分統計124度47分、 北緯29.217度統計124.783度29.217124.783付近でことごとく撃沈された。金304船団は護衛艦,艦艇まで全滅して乗船者の多くが死亡する完全な失敗に終わった。敵車救助できる船が残らなかった上、救命ボートにも機銃装者が加えられ悪天候。 低温下での漂流が長期化するなどの悪条件が重なり、生存者は少なかった。生姜川丸では277人が即死し、残りも一人を除いて、疲労や低体温症で死亡した。一説には670人以上が乗船していた、海上丸では救命ボートに77人が異常したものの、4月4日に超高過口のあまり3頭に漂着した時の、 生存者は6人だけであった。甲州丸では輸送中の陸軍将兵280人、船員56人、船包帯51人が全滅したと思われる。終戦時にまとめられた船舶輸送艦における遭難部隊資料によると人的被害は甲州丸で280人行方不明、海上丸で305人行方不明となっている。 本船団以外の南西諸島緊急輸送船団も航空機及び潜水艦の激しい攻撃を受け、記述のかな101船団で輸送船が全滅したほか、石垣島行きの最例5船団も輸送船1隻を失って反転し、目的を達成したのは型504船団のみであった。その型504船団で那覇に着いた輸送船2隻も停泊中の空襲で沈没している。 機動部隊の脅威のため緊急輸送は作戦中止となった。南西諸島への日本側海上交通を遮断した。アメリカ軍は3月26日にケラマ諸島へ上陸し、地上での沖縄戦が開始された。なお、本戦団加入船のうち海上丸では犠牲者の一部が沖縄県民であることから、対馬丸などとともに沖縄県関連の戦時遭難船舶として、 取り上げられることがある。ただし、記述のように沈没時には沖縄への増援輸送の途中で疎開船としての行動中ではない。海上丸は湖南丸や宮古丸などと並んで異例の対象とされており、1987年に那覇市若狭の朝日川岡公園に海なりの像と題する異例碑が混流されたほか、2007年には犠牲者名を記した。 国名版が設置されている。また、2001年には、日本政府主催の合同用上異例祭が、客船富士丸を使って行われた。一例として、3月10日には金803、船団を、潜水艦系統が攻撃し、輸送船三吉美丸、同艦丸、京山丸の3隻を全滅させている。金101船団では、唯一の輸送船山丸が沈没し、 第58号区選定が損傷。なお、同船団に加入予定だった。他の輸送船清丸、県陽丸、八重岳丸などは出港準備中の3月18日に、鹿児島湾内で空襲を受けて、すでに撃沈されていた。スペードフィッシュの来撃で23日に、貨物船道両丸沈没。コマぐるは特設総海底第7リマールも沈んだと、するが、 第4護衛隊戦時日誌によれば26日に佐世保港へ帰着している。片504戦団の内那覇止まりの輸送船、鳥海丸は3月24日、第5沖の山丸も3月25日に撃沈された。護衛部隊も特設捕獲猛艇、第2新東丸は4月5日、特設苦戦艇隊安丸が5月2日にいずれも、那覇港内で撃沈。なお、 アメリカ海軍公式年表では3月18日に鹿児島湾で撃沈したカナ101戦団、加入予定戦をタ504戦団と記載している。ありがとうございます。